吉田金太郎は、ヨドゴグループのメンバー。京都市立堀川高等学校卒業。高校時代、まだ創刊したばかりの、審査翼紙の事務所によく性暴、制服姿で訪れ、手伝いをしていたという。高校卒業後、日立造船で工員として働くが、労働組合活動へ傾倒し、文都系反戦青年委員会に参加。 1970年に20歳時に仲間8人と共にヨドゴーハイジャック事件を起こし北朝鮮に亡命。学生運動がきっかけで参加した者が多いヨドゴーメンバーの中では唯一の労働者出身である。1985年8月末、吉田の実家に吉田が難病のため面会にピョンンまで来られないかというヨドゴーグループからの手紙が届く。 9月4日、ピョンヤン市内の病院で、急性肝移縮症のため亡くなり、翌5日に、ヨド号メンバーにより、葬儀が営まれた。吉田の遺族は10月に、北京から、ピョンヤン入りをする。ピョンヤンで、ヨド号メンバーから木箱に入った、吉田の遺骨と死亡診断書を受け取る。しかし、この死亡に至る経緯には、疑念が持たれている。高沢明氏は、 1998年の著書において、などから、1977年以前に、強制収容所に送られて死亡したとする見方を述べている。また、柴田の妻であった、矢尾恵は、2002年の著書において、柴田が吉田について、スパイやったんやと答えたことや、ヨドゴーグループの中で、吉田のことを話すのはタブーであったことを挙げ、 容死の経緯に関するヨド号グループの発表について明らかな嘘がありますと述べている。1976年11月に小田ミノルが北朝鮮でリーダーのタミヤ・タを除くヨド号メンバー全員と会ったことになっている。しかし、面会会場は薄暗く写真撮影ができなかったとして吉田の写真が撮られておらず、存在は完全には確認できていない。 最後に確認されている吉田の写真は1973年のものである。ありがとうございます。